週は明日までということになりましたけれども、2週間お疲れ様でございました。もう体は出来上がったでしょう。一度こうやって痛い思いをしながらですね、もう今現在迎えてあると思います。武将山祭り、あさっての早朝からということでございますけれども、夕方の合戦、雨が降らずとええなというふうに思いますが、多分皆さんの力で雨を吹き飛ばしてくれるんではないかなというふうに思います。19日の日の、成功を祈って、とにかく怪我をしないように、そして当日は思いっきり演技をしていただければというふうに思います。 J リーグのいろんな活動、そしてこれからの地域の農業を支えていただくのは皆さんですし、まあ、この中には商工会青年部の方もいらっしゃると思いますけれども、同じ思いでこの田主丸地域をですね、盛り上げていただければありがたいというふうに思っております。とにかく今日は明日まで練習しっかりやって、本番に備えてほしいと思います。皆さん方の熱い思いを19日に多くの方々に届けることができるように心から祈ってご挨拶に帰りたいと思います。お疲れ様です。Thank you.